俺たちミッドナイトボーイズです。ちょっとお疲れですけども、やっていきましょう。今日一発目なんでね。違います。今回の動画はちょっとヘリコプターで行きますか。今回は俺海の男なんですけど、海だと普通に徒競走しても勝てるわけないんですよ。なんでかって言ったら、こいつ足速い。俺は普通だけど、こいつが足速い。だから、海の男なら砂浜でダッシュしたら勝てんじゃないかと。もし無理なら、雄大が砂浜、俺が陸上で、なんとかしてこいつに勝ちたいっていう企画。足が遅いやつでも、工夫すりゃ速いやつに勝てるよっていう動画を撮っていきたいと思います。まあ無理だと思うけど、行きましょうか。絶対勝てるよ。行きます。それでは、いっていっていか。位置について、よーい、ドン。雄大の勝利。今回はそんなに差がない。ということで、浜行こう。浜で行きますか。行くよ。位置について、よーい、ドン。雄大の勝ち。ギリだな。ギリじゃねえよ。ギリじゃねえんだわ。ギリだな。全然関係ないよ。ギリ。じゃあ、送る、送るでね。お前はもう一回。これ今回だ。じゃあ陸対。そう。いや、えぐい。いける。勝たして。勝たして。ほんで勝ってるじゃん。ちゃんと勝ってる。絶対勝ってる。じゃあ次は陸対砂浜ってことで。じゃあ第3回戦いきたいと思います。ここが、雄大が走るコース。で、このコンクリートがデブキャンが走るコースということで、よーし、位置についてよーい、ドン。雄大です。嘘でしょ。嘘でしょ。スロー再生いきましょう。スロー再生。スロー再生。途中まではね、勝ってるなと思ったんだ。でもさすがに俺の家族があるから、最後いや来てるぞって。けど、俺の勝ち。抜いたと思った俺は。俺の勝ち。え、俺負け。最初なんて言ったっけ。あれ、海の男だっけ。なんだ、何、じゃあ、デブの男。デブじゃないな。デブマーメイドに。走るのが遅いやつは、もう諦めろ。何やっても、勝てるもんじゃない。仕方ね。他で勝負な。だから、俺こうやって。こうやって勝負ですよ。男は黙って力ですよ。足なんて関係ない。ということで、今回はこれで俺の勝ちということで終わりましょうか。それでは